キャットタワーです。見てください、このキャットタワーの一番最上部にですね、2匹が台座にちょこんと座ってますね。どう？キャットタワーの居心地は？うん？これ静かちゃん。こっちのび太くん。のび太くんは高い方が好きなんだよな。のびちゃん、そうなんでしょ？静かちゃんはこの席か、もう一個後ろの席にいることが多いですね。今2匹がこのキャットタワーにいますけれども、去年の冬はですね、このキャットタワーは全く使われていませんでした。それなぜかというと、この部屋にサビちゃんがいたからですね。サビちゃんはですね、静香ちゃんとかのび太くん見るとすぐに襲いかかるもんで、もうのび太くんも静香ちゃんもこのリビングにはご飯を食べる時以外は来なくなってしまいましたね。まあそんな事情があって、1年、サビちゃん来てからだからちょうど1年半サビちゃんいたんで、このキャットタワーですね、全く使われることがなくここに置いてあって、もう片しちゃおうかっていう話も一時期あったんですけれども、サビちゃん今年の9月にですね亡くなって、それからはまたのび太くんとか静香ちゃんもですね、このリビングにいる時間が長くなりましたね。それで寒くなってきたらですね、なぜかここに来るようになりましたね。というのは今寒いんで、もうこれガストーブなんですけれども、リビングつけてるんで、人がいるときはですね、まあそこそこに部屋の中があったかいしね、ということでここに2匹がちょこんと座っているようになりましたね。これまだ香箱座りしてますけれども、本当になんていうんですか、丸まって寝てしまいますね。最後はこの台座がですね、ちょうど1匹が丸まって寝るスペースぐらいはありますね。どうなってるかっていうと、ちょっと上に行ってみましょうか。今よいしょ、椅子の上に乗りましたけど、もうまだダメだな。ちょっと待ってください。今私テーブルの上にですね乗りました。テーブルの上からこの2匹を撮ってますけど、もうこれ見てください。ここもすぐ天井ですから、これ頭くっつきそうですね、天井に。まあ人間だったらこんな高い狭いところにですね、こう箱ついて座るようなことはなかなかできないですね。特に私なんか高所恐怖症だから無理ですね。猫は全然気にしないですね。こういうところでも平気で寝ちゃうもん。静香ちゃん、どう？そこ気持ちいい？うん？静香ちゃん、静かな。のびちゃん、うん？ということで、この2匹がキャットタワーに復活したというレポートでした。